ガジェッチ。こんにちはリンクマンです。ゆずきひろみです。はい。今年初のレビュー。うん、レビューでございます。そして久々のレビュー <laughs> を今回はお届けしたいと思うんですが、<laughs> 今回ご紹介したいのはこちら。ベルキンブーストチャージと3インワンワイヤレスチャージ。 長いベルキンさんの長いんですがこれもうちょっと僕もうこれは一押しだろうということで実は前々からちょっとベルキンさんにちょっとこれレビューしたいんですってちょっと商品提供していただきましたのでちょっと実際に見ていきたいと思います。はいというわけでまずこの製品。 ちょっとこれもさこれファンの方にはね、はい、皆さんおなじみですけど、まあ、スタンドタイプになっていて、はい、まあ3つの製品が一度に充電できる 3−1 は iPhone Apple Watch、うん、そして、えー、と AirPods シリーズを充電することができる、はい、でこれね実は今今回手元にあるのがホワイトなんですけどこれブラックとホワイトの2色展開になっておりまして何が一番いいって皆さん このデザインですよそうなんだよそもそものデザインでござめちゃめちゃ綺麗だからねこの横もね実際にこうやってねこっちかマグセーフでこうやって繋がるこれがいいんだよちょっとアップルウォッチもアップルウォもさなんかね私これあの寝るときに枕元というかちょっとベッドの横の棚にねこれを置いてるんですけど何も考えずにポンって置くだけでいいっていうのが素晴らしいこれがいいのよやっぱりさはい、こっちいいねしかもやっぱり何がいいって こちら、最大 15W で、うんえー、急速充電。で、こちらの AppleWatch のスタンドの方も急速充電に対応しているので、まあ、もうこれ1台あれば、まあ、iPhone、AppleWatch 持っている人は、もう特にもう、これあの部屋、部屋のなんか、まあ、デスクの上でもいいし、いね、こうやってデスクの上にあって。で 斜めになってるじゃないですかこれ。だからアイフォン見やすいんですよ。すごく親近、うん性,ね、性がめちゃめちゃいいので、でこれやりながらなんか充電もできるし、もちろんこれ横にすることはできる。これいいよ。これがいいんだよねこ。これしたら動画見れるじゃないですか、うん、これで。動画見ながら充電しながらですよ。このシリーズで一番いいのは充電してる感じがないこと。そう。これはもうそのまんまなんかこれ。しかもこっち干渉しないからね。Apple Watch と干渉もしないから、俺 Max でも多分大丈夫。 でも大丈夫なはずうんやってるんで大丈夫なのでこれはねやっぱいい。これマックスもあるのじゃマックスも置いてみよう。おおバッチリじゃないですか全然干渉しないよおお。そして今こちらにはエアポーツもあるのでエアポーツもこう置けるわけですよ。これはめちゃくちゃいいなこの状態で家で全部充電できればめっちゃ便利じゃないですか。 コンパクトのね、場所的にはこれしか使わないし。これ今横にしてるから、あれですけど、縦にすれば、もっとねコンパクトになるか,な、ね、から。と、すごい短い。 感じのあのまあ,あの僕これを使う前まではケーブルをね、うん、引っ張っていてねいマグセーフの充電器も純正のもあるんだけどあるある結果ねでもちょっと、うん、あのおしゃれじゃないそうなんだよねあのちょっとだから骨格なんかそこに置かなきゃいけないからね、うん、でもこれってさもう本当に一個置いとけばさそうそうそう,そうデスクでいいよね私もう本当にデスクにこれを置いとけば特にウルトラなんかはそんなにもう、うん 充電時間いらないです。そう。うん、まあちょっとだからこれから仕事一時間ぐらい集中しようかなと思ったときに一回もやって。時はもうそれだけで充電できちゃうから。うん、めっちゃ便利だ。でじゃあちょっと後ろを見ていこうかな。はい。いや。いや。はい。ケーブルはねあのこんな感じででここをこのこの後ろにね,後ろね。下にね。下にこれしかもちゃんとよく見るとケーブルが ちゃんとあの干渉しないようにちゃんと穴が開いてるでここもちゃんと L 字になってるから,から差し込んでもケーブルががたつかない、はい、ここをキュッてやるとねこんな感じで入りますこれでケーブルのケーブル1本ずつでいいからーケーブルマネージメント最高でしょう <laughs> 最高じゃないうん、うん、やっぱこれ1本で3つの充電ができるから、うん、これは本当にいいんだよねで思った以上に、えーであ I、AC アダプターそんな大きくないですこれね。うんうんうん ケーブルの長さはね1.5ぐらいかな結構あるよ結構あるわなのであの僕はね結構ベッドの横の棚に置いておいて後ろにケーブル隠せばこれこういうねこういう感じでそうそう一本だからさうち今こその前までさ三本ぐらい出てたけどケーブルがそうなんだよそうなんだよそれを考えるとめちゃくちゃ便利ですよ僕もねこれいいよあ電源をつなぎました電源つないではい。 実際に充電してみる。うん、まず AirPods。ほ<ー>らー、充電できた。あ、はい、iPhone。iPhone、はい、音なるのかな。オンなったなったなった。ったったこれこれなる？なるなるよ。るあのオンにしておけばなる。 ならない,ならない <laughs> でも充充電電ははさされれててまするなるほどこれこれでやっぱいいなこうやってこっちから見てるけど <laughs> めっちゃいいな、ね、このなんか3 i ンが全部この中に収まってるっていう感じがやっぱりいい、ね、そうそれがやっぱ部屋のインテリアには僕はこれは一番おすすめしたい製品かなと思いますけどね。ガガチチ 今いろんなこう充電器あるけれども、これはメイドフォーマグセフ。ああ、マグセフの認証だ。いい認証を取られてるということなので安心ですね。安心して使うことができて、やっぱこのデザインを、僕はこのデザインをしたいんだよ。本当にめっちゃいいデザインだと思うので、これまあお家にどうですか？お家に一つどうですか？ギフトにもいいんじゃないか？あ、ギフトにいいね。確かにね。これもらったらすげえ嬉しい。すごい嬉しい。あと俺これ二台ぐらい欲しいもんだって。 家に複数台これ終わっていいのでデスの脇と自分のデスクのところにあったら価値にもしそうとかなんかこれに一台だけじゃないんだよ本当はそうなんだよねでもねまあまあお値段あるのででももらえると嬉しいかなっていう製品になりますねガチガチあのこれねデザインがまあこういう特徴的なまあなのでもちろんお安くはないんですがでもこれ二万円ぐらいなので二万円でこれのなんかあの この真っ白なデザインとかまあ黒もありますけどそれれにらいいいじゃなですかこれね思うのがケーブル買うじゃんアダプター買うじゃんでそこにマグセーフ充電ととかってやってると案外ま2,000円3,000円のものをこまうま買ってるとあっという間に1万円超えちゃうんですよしかもそうすると煩雑になってしまうからそうそうそうでケーブルも絡むしね危ないのでそういう意味ではこちらがオンインワンでおすすめですこれは僕は本当に本当に好きな製品 というわけで今日はこちらのね、はい、ベルキンの商品 3in1 ワイヤレスチャージングスタンドウィズマグセーフをご紹介しましたあやっぱ僕おすすめ、うん、うこれはちょっと皆さんこの,この3点セット持ってる人まあアプォッチでいいんですよ、ね、こちらアップルウォッチでいいんですけどこの3点セットを持ってる人はもうこれ、うん、これまず買ってみてんみいなこれ使うためにそう買えばいいんですよ <laughs> 本末転倒 <laughs> でも揃えたくなるようなかっこよさがあるよね <laughs>、うん、あるので、うん、まあぜひワイヤレスチャージングステーションみたいなの欲しい人はこれ一つ検討してみてはいかがでしょうかはい。ガジェタッチでは今年もいろいろなレビューを掲載していきたいと思いますので皆さんぜひチャンネル登録と高評価ボタンポチッとよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますというわけで今回の動画は以上ですまた今年もどうぞよろしくお願いいたしますバイバーイ この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。番組へのメッセージは、ツイッター、アットガジェタッチでお待ちしています。